ジュラシックウェブ2013タッグリング戦の模様をお届けします。さあ、ガミさん、はい、この試合はすごいんですよ。なんとですね、はい、ウェブ認定タッグチャンピオンの渋谷修、それからチェリーのこの2人なんですが、はい、なんとこれすでに2敗してるんですよね。なんですと。で、現チャンピオンチームがですよ、2敗してるということは、この試合でもし敗れるようなことがあると失格ということになってしまうんですよね。そうですね、はい、チャンピオンがなんともう早くもこんな状態になっております。さあ、一方のこの藤本下ひかるの2人なんですが、まだ、1敗ということで、負け点1ということで、まあ、この試合に負けてもまだ、まだまだ可能性はあります。さあ、この藤本下、こちらの方もタッグチャンピオンでありますが、さあ、インターナショナルリボンタッグのベルトを掲げて入場してまいりました。さあ、まだこのマッスルビーナスの方は、まあ、負けが1つということで、おっと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 、さあ、早くも奇襲攻撃を仕掛けてきましたチャンピオンチーム、このクラッシングギャルズ渋谷修チェリーであります。さあ、さらにはなんだ、さあ、場外戦、おっと渋谷がなんだ、早くもこのままあーっと、しかし飛びを狙ったが、試合をぶちかまされてしまいました。そうすると強いのはマッスルビーナス、危ない危ない、早くもこれで3敗目で終わってしまうか、返しました。しかし、ここでマッスルビーナス素早い動き、まだまだ続くぞ。さあ、このまま、さあ、ビーナスカッチ、危ない、渋谷、そしてチェリー、早くもこれで3敗目で脱落かというシーンが続出しておりますが、なんとかカウント2でカットプレーに阻まれました。さあ、今度はフットサルキックから、なんだ、もう1回に今度は正面から来ました。さあ、まだマッスルビーナスは現時点では2勝1敗ということで、まあ、ガミさん、非常にですね、はい、マッスルビーナス好調と言ってもいいですよね。そうですね、一発目にハムコサワコに負けたぐらいで、はい、で、あれでちょっとあれじゃないですか、はい、ちょっとギアを入れ替えたというか、はい、そうですよね。もともとですね、この藤本志田、まあ、キャリア5年なんですが、はい、まあ、もうデビュー当時から組んでるだけあってですね、まあ、息の連携という部分ではもう何の問題もないですよね。ぴったりですよね。そうなんですよね。この2人が使うコーナーから、はい、コーナーとコーナーからやる、こうあのコーナーキックあるじゃないですか、はい、同時に、はい、ありますね。あれって結構難しいらしくて、私はやらないんですけど、はい、私受ける方ばっかりですけど、はい、そうですね、あのね、渋谷に栗原はね、全く合わなかったですね。そうですね、まあ、なんか時間差みたいになってましたよね、はい、そうなんですね、まあ、あの両コーナーからのミサイルキックなんですが、この息もですね、このまっすぐぴったりですよね。ぴったりなんですよね。で、送る石田がこう藤本司をこう、はい、えいってこう上に送る、キックとかも痛いですもんね。そうなんですよね。本当にもう連携の部分で言うとですね、もうこの2人は本当にあの、まあ、お手本と言ってもいいぐらいですよね。そうなんです、すごいんですよ。さすがずっとこんでるだけだって、もうどうでもいいから、あの真ん中に落ちてる紙テープ、そう、石倉、早くしろ。そうですね、非常に気になりますね、ああいうのはね。さあ、ここでさーっとピンチになると早くも下が入ってくる。これが非常にタッグとしての連携、呼吸が合っております。しかし今度はチェリーが、さあ、うまいぞ、これはダブルのネックブリーカー。さあ、チャンピオンチームであります、この、渋谷、そしてチェリーでありますが、なんとチャンピオンチームにもう2敗目を喫しております。なんとかこれで負けを阻止しなければいけません。負け、もしくは引き分けで、もう3回目の負け引き分けになるので失格ということになります、この渋谷チェリー。まあ、10月のですね、ガミさん、後楽園大会ではですね、まあ、このリーグ戦の優勝チームがですね、渋谷チェリー組に挑戦できるという、まあ、特典があるんです。そうなんです、はい、なので別に、この人たちは優勝しなくても、はい、後楽園には出れるっていう。まあ、そうですよね、これもし渋谷組が優勝した場合はどうなるんですか。おっと、取れた、取れた、奇跡だ、渋谷が真剣白羽乗り成功。その後がよろしくない。アホですね。そうでしたね。しかしここで渋谷がダウンしてしまった。ここですごいぞ、チェリーがボディのパンチ。さあ、ボディのパンチから、あっとダブルのネックリーカー、これをかわされた。さあ、これが、これですね、あ、これこれこれ、出ました出ました、ホイップ式のドロップキック。いや、これは本当にこの藤本志田の2人しかできないですよね。まあ、あとね、身体能力が2人とも非常に高いです。そうなんですよね。さあ、その身体能力の高さをご覧ください、このドロップキックだ。まさにこの身体能力の高さを示すような一発でありますが、カブさん、実はですね、はい、まあ、身体能力は確かに高いんですけど、年齢はもうなんと30歳ですよ。そうなんですよ、生き遅れましたね、この子も。そうですよね、完全に生き遅れております。この子もプロレスに巡り合って生き遅れたパターンですね。そうですよね、ちょっともうあのね、
あの20代じゃないですからね、30代ですからね。30代ですからね、この言葉の響きは全然違いますからね。そうですね、30になってもね、あの藤本司生誕祭というね、あの興行をやったりとかですね、はいはいはい、あのなかなかそういうとこはしたとかなんですけどね。でもあの大会名にちゃんと30歳記念とかそういうの入れなかったんですよね。なるほど、その辺はちゃんと分かってるなって感じはしますけども。さあ一方のこの今攻めている方の、下引かれてありますが、この人はまだまだ25歳若いですね。いいですね、盛りですね。そうなんですよ、これ伸び盛り、これ一番未来があるんじゃないですか。そうですよね、まだまだあの30まで5年かかりますからね。まあ現在25歳を中心とした女子プロレスラーが、一度に集うというようなそんな主張をしておりますが、その下引かれ今25歳、そしてやられてる方のチェリー、こちらは39歳。39歳ですよ。これウェーブは旗揚げした時のガミさんでおったらね、まだ39歳より年下でしたけど、ね、そうですよ、了解ですね。相変わらずそうなんですよ、39歳でこの肌ピチピチですからね。しぶちゃんなんで参加してないのかな、試合に。あらしぶちゃんなんで下にいるのかな。仕込んだみたいにしてたな。そうですね、なんで下にいるんだ。さあしぶちゃんもね、もう結構お年なので、そうなんですよね。しぶたにしゅう童顔に見えるんですけどもね、実は34歳です。はい、一番年相ではない年の重ね方をしております、そうですね、34歳にしてこの、まあ、あの試合っぷりですからね。さあそういったところで、まあ、非常にこの年齢の幅があるこの戦いになってきましたが、さあ今度は渋谷が突進してからの DDT、 さらにはチェリーが、さあこのままさあブリザードスープレックスの体勢、ツーカウントになります。まあ、チェリーはですね、このアイスリボンに出た時はですね、はい、BBA39 っていうチームを結成してるんですよね。あ、ババア39です。そうなんですよ、この39歳のみの選手たちのみによるユニットであります。このアイスリボンの内藤メアという選手がいるんですが、この選手も39歳。まあ、それから JWP に阿部幸恵という選手がいまして、この39歳なんですけども、はいはいはい、恐ろしいな、この BBA に誘ってるんですけど、まあ、阿部ちゃん曰く私は永遠の18歳ということで参加してないらしいですね。ちょっともうやっぱり39まで行くとみんなどっか行ってますね、そうですね、やっぱりね、感性が違いますね。感性が違いますね、まあもうね、40代にリーチがかかってるわけですからね。だってね、肌の張りが違うもん。そうですね、だって絶対舌とか、はいはい、温泉弾くよ。本当ですね。俺ね、チェリーさんとか多分、温泉をこう、スーッとこう、染み込ませるような、吸収しちゃうわけですね。そうあの、まあ、なんかね、このスポンジみたいになっちゃうんですよね。さあ、ここでトップロップ、あ、これですね。これご覧ください。さあ、これがマッスルビーナスのすごいところだ。見たかったな、このステレオ式のミサイルキック。残念ながら2つに終わってしまいました。さあ、ここで仕事に回んだ。さあ、これは何するの、何するの。さあ、今度こそ飛ぶのか。飛びに行った。また人がいてないところに行ったぞ、こいつ。そうですよね、頭から飛び込んだ。いやいや、よっしゃ行くぞじゃなくて、はいはい、そうじゃないよ。よっしゃ行くぞじゃなくて、いやー、相変わらず見るものをヒヤリとさせるこの飛びであります。うわー、プロとして失格ですね、この人。まずなんでこんなね、見る側がヒヤヒヤするんですかね、いつも。あの、やめてほしいですよね、そうですよね。アピールをして、トピをした後にアピールしちゃう、渋ちゃん無事だとか思っちゃうんですよね。今日良かった、セーフじゃなくて。そうでしたね。これでセーフやったらどないしようかなと思います。そうでしたね。よくこの時にトピをやった後にセーフとかいうことがありますが、さあここで下が、さあ膝蹴り、しかしこれを切り替わす、おっと、なんだ、エビ型の体勢、下が仕留めるか、と、渋谷が逆転のフォールを取るか、2杯目のままで終わるか、しかしこれも2カウント。さあここでもし渋谷が敗れるようなことがあると、このリーグ戦、デュアルショックゲーム2013失格ということになります。出た、出た、ここからドンブラコー、これがあるんですよ、志田さん。そうですよね、もう底知れぬパワーだ。さあ出るか出るか、出るんじゃない、出るんじゃない。出ますね。さあこれがミサイルキックの、さあこれをご覧ください。あっと、綺麗に決めました。さあステレオ式のミサイルキック、さらにはおっとサンドイッチ式のサッカーボールキック、どちらも非常にタイミングバッチリであります。いやー、やはりですね、この藤本氏は本当にこの全くあの呼吸が乱れるということがないですよね。そうですよね、この2人がやるところ、ミサイルキックもステレオ式という、そういう異名に変わります。さあ今度は、さあバックブローが5バックになって同士1になって、アウト出ました、ファルコン・アロー。
しかし、あーっと危ない。さあここで膝蹴りからなんだ、魂のスリーカウント。さあこれで、いやーどうだどうだ、返せるか。おっと返した。危なかった島谷、危なかった。さあここでもう一発、おっと魂のスリーカウント。さあこれが決まると島谷がこのままあーっと返せない。ついにここでクラシックギャルズ失格ということになりました。ウェーブ認定タッグチャンピオンチームがここで脱落。いや、ガムさん、こんな結果あっていいんですかね。まあ、クラシックギャルズなんで。そうですね、残念ながらこのジャルショックウェーブ2013、ここでクラシックギャルズの2人が脱落という結果になりました。気持ちはしっかり持ちたいと思います。